忘れたの？ひどくない？冗談だって覚えてるよ。味忘れてるね。親友なんてこんなもん。嘘嘘、ほらチャラいやつにナンパされた、あの時でしょ。それは海行った時でしょ。二人はとっても仲良しなんですね。だからもういいよ。わかった。あれあれ、あの時。もういいって。お姉ちゃんお姉ちゃん、前払いで1万円よろしく頼むで。美晴さん、シャオさん、これ見てください。マジ？出よう、みんなで出よう。1万円もらえるの？これを耳につけて指示に従うって言ってたよね。やっ、 あそこ。ちょっと様子見てきます。うちを舐めたらあかんで。何？喧嘩？撮影始まったのかも。これつけとこうか。うん。覚えてるよ。え？全部覚えてる。本当はあの時、美晴が失恋直後で涙で目を真っ赤に腫らしてたよね。シャオ、その時のこと思い出しちゃうかなと思って。シャオ。あ、なんか言ってるよ。拍手だって、拍手。ねえシャオ、写真撮ろう。何？笑顔、笑顔だって。せーの。なんかこの笑顔わざとらしいな。もう一回撮ろっか。撮ろう。つーか、このバイト何？